夢王国と眠れる百人の王子様ウェブラジオナビとキエルの旅日記。宮崎くんはさ、はい、寿司ネタ何が好き？ハマチです。ハマチ、はい、また渋いね。白身が好きですね。あ、そうなんだ、はい、びっくりした。もっとなんか可愛いイクラとか言ってほしかった意外と渋い。僕より大人字だった山下さんは中トロ中トロサーモン中トロ中トロ中トロ小餅昆布みたいなラスト最後の昆布って感じ、ね、今日はね寿司の国からね寿司の国やってきてまいりました。いやいや美味しい白身魚の間違いません海の国からですね。あ、そかそかそか。今回来ていただいておりま す, そうです、ね、前回から引き続きあの方にお越しいただいておりますからね、そういった話もねしていきたいなってそんな風に思います。ということでタイトルコールいきましょう。せーの、ナビとキエルの旅日記海の国後編。改めましてこんにちは、夢王国と眠れる百人の王子様ナビ役の山下大輝です。キエル役の宮崎優です。この番組は現在放送中のテレビアニメ夢王国と眠れる百人の王子様を100倍楽しむためのウェブラジオ、うん、時には2人で、そして時には様々な国からゲストにお越しいただき一緒に作品についてお話ししていく旅風番組でございます。はい、ということであっという間に第5回目でございます。5回目でございます。はい、前回いかがでしたか？前回でもいや鈴木さんと初めてお話できたんですけど、うん、すごい面白い方で、いやね本当よ、そう同い年なんだけどさ、うん、やっぱねそのなんだろう新人の頃からねすげえ仲良くしてもらってたから。あ、そうなんですねそうなの、とってもね、うん、優しいのよ彼って、うん、すごい感じました。そうなのそうなの、うん、だからそう優しくってね、いろいろね彼にもいろいろ教えてもらいましたよ新人時代あ、そうですか、気になりますけど、まあ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 今回もね隣にいるからね、はい、やったね、いろいろお話ね聞いていけたらいいなってそんな風に思います。そしてこの番組では皆さんからのメールを募集中です。メールアドレスは夢100radio@gmail.com 夢100radio@gmail.com です。アニメ、番組の感想、ゲストへの質問、うん、コーナー、王子様の一声当てなどたくさんのメールお待ちしています。はい、お願いします、はい、ということで始めていきましょう。僕たちと一緒に夢世界を旅しましょう。夢王国と眠れる百人の王子様ウェブラジオナビとキエルの旅日記。それでは本日のゲストワーニングを始めてみてこのことは好きなまま寿司ネタ100分寿司のまま虫ビビ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 ビサラサ王子役演じております鈴木優ですよろしくお願いします。よろしくお願いします。溺れるかと思ったよ、やめてよ。俺それやりたかったちょっとやりたかった今の。いいよ今やってもいいんだよ今楽しいこれ。ダメだよ溺れちゃうからこのままだと。サラサ王子まんまでもよかったんじゃない。確かに人魚だしでも海の中でちゃんと喋れます。あ、そっか、そう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 、そうだよね。そういうね能力をね、ごめん備えてます。突然やりたくなっちゃう。びっくりしちゃったよ。まあね、海推しで、海推しありがたいですよ。はい、ということで今回第4回目とそして第5回目で連続で来ていただきました、はい、鈴木優斗さんです、うん。よろしくです。改めまして。よろしくお願いします。ありがたいでございますよ。2回も連続で。いやこちらこそでございますよ。連続で来ていただけると本当にありがたいでございます。本当ありがたい。でも本当ねついつい話しすぎちゃって尺がね本当にねオーバーしまくりなんでちょっとね本当に時間測るの忘れてた。本当だよ。感覚でいこう。よし感覚でいこう。さあはい、ということでですね。早速でございますけども、うん、第5話振り返っていきましょう。こちらの企画です。夢100プレイバック よ, よいしょ、 よいしょ。ということでですね各局で第5話が放送されましたね。あらあら、海の国編も事件終了いたしました。解決いたしました。滞り、はい、りがなあったかどうかよかったですよ。まあそうですね、最終的にはいろいろあったけど、いろんな事件起きましたよ。いろいろあったよ本当に。キエルどこ行っちゃうの、どうしちゃったのキエルって。あの皆様ご迷惑おかけいたしました。大変申し訳なかった。社会関係みたいなサラサ関わってないけど直接的に。そうね、もうびっくりしたよ関係各位の皆様いやでも、うん、サラサいなかったらもうねいろいろね被害がね もっと拡大していたことでしょう。なんかねやっぱりこうロッソがねこうメインとなっていろいろとこう動いて事件をこうね収束、うん
ックさせにこう頑張ってたんですけど、うんうんね、もちろん古来湯とかサラサとかもあの、ね、こうちょっとこう海の中からサポートしたりとかして、なんかそういう、ね、こう海の国でつながってる王子たちの絆みたいなものも感じられて、うん、そうだよ ね, ねこうなんかねそう決して長いシーンではないんですけどファンの方にとっては、うん、あなんかこの関係性すごくいいなと か,、うん、なんか結構ね胸を熱くしていただける展開だったんじゃないかなと思うんですよね、うん、本当に短いシーンだったけど、うん、その前からもずっと交流がありましたよっていうのが皆さんの中に伝わったんじゃないかなと、うんうん、すごいいいチームワークでしたよね。よかったよ、ね、国の本当に、うん、あの後半のね、うん、私あとなんか個人的に気になってたのが、うんうん、あの全部解決して、はいはいはい、あのみんなでこうワイワイパーティーをやってる時、うんうんうん、打ち上げみたいな感じでやってた時に、うん、あのコライユが、うん、サラサに今度サンゴパーティー行かないって言ってるんですよ、うんね、サンゴパーティーって何ってずっと思っててでサラサは何それって言ってるんですけど本当に何のことって思ってサンゴパーティーとは何を楽しむのかサンゴを使ってそうでも乗り気ではあるよねそうだねうやりたいなと思ってる何それなんかねあの前向きな方の何それ、うん、そうだよね、うん、そうだよね何パなんだろ う, なんだろう ね, ね、うん、何すんですかねサンゴパーティーどういうイメージどういうイメージだった確かにどういうイメージかなサンゴパーティーでもとにかくサンゴが本当にこう周り一面に敷き詰められててそれがなんかこうディスコクラブみたいになってるなんだよでサンゴは光んのよミラボールみたいなやつでそうそうミラボールバリにそうだから天井というかねキラキラなサンゴが上に空にもサンゴがあるし周りにもサンゴがうわーっとこう敷き詰められてる踊りずれそれと海の中でしょ海の中いろんな色に光んの青とか赤とか緑とかなるほどね超幻想的きっと綺麗なんだろう ね, ねちょっと気になってきたなインスタ映えしそうなね確かに映えそう映えるんだろう映えそうなんかいろいろとねこういうねなんか一言とってもさ、うん、結構なんかこうそれどういうことっていうねこうなんか見てる方もなんかこう食いついちゃうさ、うん、セルがあったりとかさ、うん、なんかね面白いよね想像力をかきたてられるような、うんうん、皆さんの想像力にお任せしますよっていうところも結構ねそうですよねそうあったりしてそういうところもねやっぱいいよね魅力かもしれないですね、はい、ということでですね5話なんでございますけども改めてねこう印象的なこうセリフであったりとかねシーンとかあったらねちょっと今ね宮崎君はあのねサンゴのシーンだったりとかもしたんですけども、ね、他になんかねユート的にかっこいいなって思ったとことちょっと今のところそのこうね助け合ってるところとあとそのサンゴパーティーのところで、うんうん、そのサラサが出てきたところっていうのはちょっとこう話し終えちゃったので、うんうん、ちょっと ねまたこう別のところで言うと、うん、僕ねやっぱりこうサラサがやっぱりこう、うんうん、寡黙っていうところもあって、うんね、セリフの数自体はそんなにこう多くなかったんで、うんうんうん、なんかこうちょっとモブキャラっているじゃないですか、うんうん、でこう役者がこう割り振られてなくって、うん、でじゃあなんかやれる人お願いしますって言って、うんうん、僕はいじゃあやりますって言ってその海賊の役を、うんはいね、そうだ、ね、あの海賊の亡霊の役でロストとこう別れる時にそうだあばやっていうセリフをちょっと本当にこれはねもうかなりこう危機として、うん、もう声をねこうわっと大きくして言ったので、うんうんうんこれが僕なんですってことをちょっと今ここで熱さを、ね、感じたよ、うん、やっぱサラサはね、うん、やっぱこう繊細で寡黙で、うん、その一言一言の、うんうんうん、まあこうパワーはそこまで必要ないというかそうだね確かにね足らないからカロリーはそんなにいらないカロリーそんなにいらないじゃない、うん、だからそこですごいカロリーを消費してんだろうなっていうのはすごい感じたこれだと思ってやらせてくださいっつってちょっとふつふつとしてたんだろうなとは思った、うん、してた監督さんにうわっつって大きい声出したかったんだなっていうのがみんなやっぱ出してるわけじゃないですか海賊のやつとかね二人とかもね、うん、結構大きな声出してるから出してる出してるじゃあこれはちょっとやんなきゃっつってこうっつって、うん、であばよってであばよってセルがいいじゃないですかあばよってなかなかね言う機会ないもん、ねね、日常生活であばよとか言わないもん、ね、じゃんちょっとこうね昭和の匂いもこうね昭和の匂いする感じでまあ確かにねちょっと嬉しかったんですちょっと懐かしい感じする後ろで見てて気持ちよさそうだなと思ってました気持ちよかったですよ、うんうんうん、さらそっちの声出すって楽しいんだ ね楽しいからねそうなのよでもねみんなで一緒にね心合わせてね、うんうん、いうシーンだしね素敵なシーンでございました、うんうん、そうだねいろいろとねいやいやいや海賊はねあの数が多かったでね、うん、みんなでねこうなんかこうガヤっていう形でいろいろとこうねガヤガヤとやらせてもらいましたからねだからみんなでね協力しながらね各は各をね、取っておりますので、ね、そういうところもねちょっとね注目してみてもらえると嬉しいなってそんな風に思います、はい、そうだそうだそうだあの、うん、もう一ついい、うん、あの宮崎くんも金役でね今回ねあらそうなんですよ海の国編ではそうなんですなんとキエル以外に、今回これ本邦初公開の情報でございますがおい、私、ダグラスの肩に乗っておりますこの、お猿さん
これボニータちゃんって言うんですけど、ボニータちゃん、これこの海賊の、あ、この海の国のお話でね、一言だけキキって言うんですけど、その時の声を私やらさせていただきました。ありがとうございます。こんな可愛い、いいじゃないの。そうだよ、小動物枠。本当だ、負けねえぞ。やばい、大輝の先輩特許。いやいや、晴れるわけがない。勝負ができるわけがない。引いちゃった、引いちゃった。ごめんよ、引いちゃったよ。いいね、やりたいな。小魚の役とかやりたい。小魚どうやって喋るの。ダメだ、乗らないな、これは。マイクに乗りません。濃いね、今の。濃いだね。ダメか。いやいやいや、こんな可愛いボニータちゃんも、ダグラスがね、諏訪部さんで、廃墟の先輩なので、そうだよね、後輩としてちょっとこう、ええやないの、ええやないの。そういう諏訪部さんの肩に乗った気分はいかがでしたか。そうなんです、監督の方からも大先輩の肩乗ったなって。あらあら、捉え方次第だとは思いますけどね。ちょっとダグラスね。そうそうそう、まあまあまあ、そういった感じでですね、僕らね、こうやって本当協力しながらね、小ネタがいっぱいある。そうなんです、こんなことをしながらね、アフレコ進んでおりますからね、ぜひ見直していただいてチェックしてください。よろしくお願いします。以上、夢100プレイバックでした。夢王国と眠れる100人の王子様、ウェブラジオ、ナビとキエルの旅日記。続いてのコーナーはこちら、王子様の一声。はい、やってまいりました、こちらのコーナー。リスナーの皆様から王子様に言ってほしいセリフを募集しております。こちら、王子様の美声を楽しむコーナーです。それでは紹介していきたいと思います。はい、お願いします。入ってるね、言うと。お願いします。王子が。そうですね、さらさらこうだよね。姫ネーム、あやかさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさんいっぱいだな。あやかさんすごい。山下さん、宮崎さん、そしてゲストの、鈴木優斗さん、ギョスギョスギョス。まずは夢100アニメ化、本当におめでとうございます、しかも私の最愛、サラサくんが登場してくれるなんて。すごい愛に溢れてんな。すごい言うやん、そろそろ夏だし、海の王子たちの季節だな。アプリ内イベントにサラサくん登場するかなとワクワクしていたら、もっともっと嬉しい形で会いに来てくれると知って本当に幸せです、そんなサラサくんに言ってほしいセリフ考えました。なんじゃろ、これな、ね、しっかりあるね、しっかりあるね。これを言ってもらいたいと思う。セリフまで考えてくださったってことですね。完全に、絶対にこれを言ってくださいっていう、もう彩香姫のもう本当に切なる願いです。そうですか、じゃあちょっとやっぱり人魚なんで水一回ちょっと飲まさせていただいて、ね、潤いをね、潤いを取って、ミネラルウォーターを取っていただいてね、ちょっとちゃんとね。バッチリです。めっちゃバッチリです。ゴクって飲むんじゃないよ。音も入りましたけど、音すげえ、すげえ音鳴ったじゃん、すげえわ、びっくりしたわ。ほら、水分があるうちに大事、あ、今の今のうちに、はい、では振らせていただきます。それではサラサ王子の一声まで3、2、1、どうぞ。ねえ、こっちへおいで、一緒に泳ごう。今日は暑いから海の中は気持ちいいよ。なんて、本当はお前がその綺麗な足で泳いでいるところを僕が見たいだけなんだけど、ダメ？これはですね、もう 100% サラサ王子。そうですね、100% サラサ王子でした。いやもうこれはね、多分なんだろうな、もう言ってそう、本編で言ってそう、多分ね、こんなようなセリフはね、あったと思うな。多分あったと思うな。脚本家の方が書かれたセリフって遜色ないですよね。もしかしたらだからボイスには載ってないね、こう文だけかもしんないけど、あったかもしんないなっていう完成度がすごいのよ。だから彩香さんが、彩香姫が確かにね、これだけ完成度の高いセリフをもう考えたってことは、すげえ本当に大好きなんだろうなっていう愛が、愛に溢れてた、知り尽くしてる感じはありますよね。そう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 、もう本当にサラサ君だったらこう言うだろうって。いや本当にだってね、本当に今完全にサラサがこう降りてきましたもん、このセリフを見たことによって。さっとこう、そうだよね、なるほど、確かに。水も飲んだしね、水も飲んで、まあ、さらっと保ちながらね。そうなんですよ、さらっとね、さらっと今やったわけですよ、さらっとね、ね、うるさいわ。はい、行こう、次行こう、来ております。はい、おはこんばんは、おはこんばんは、ギョス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 
夢百アニメとっても楽しみにしていたので本当に嬉しいです。いあ、姫ネーム天竺さんから天屈姫から言ってました、はい。王子様たちが大好きです、うん、でもずっとずっとナビが一番、ナビが進みます。動いて喋るナビは皆さんのをテレビアニメでじっくり見れて幸せです、うん。まるまるの時の王子の一言、ゲームセンターでなかなか景品が取れなくて諦めそうな時の姫に王子からの一言が聞きたいです。なるほど。すでに野口さんを3回も崩しているのに取れない、結構使ったね。夢食いとの戦いと同じぐらい負けられない戦いがここにある。そんな場面野口さんって何、野口さんお札でござんす。あーあ、なるほど。お札3人パーペロッとペロッといかれてるわけですよ。あー、びっくりした。気づくの遅っ。あれか、 UFO キャッチャーのそういう技かと思った。うんうんうん、野口救い、野口救いみたいな、うん、野口崩しみたいな、その野口とは、そう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 、一体その野口とは高橋名人みたいな感じでね。そう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 、あ、野口崩しを3回もしたのに、そうなかなか取れない。相性いいわ。なんで組まれたのか納得納得よ。はぁ、なるほどね。ゲーセンね。ゲーセンか、ま、ちょっと待って。いきなり近代的なの来ちゃったね。いやどういうことなの。いけますよ。いけますか。いけますよ私。いけますか。じゃあちょっと水で飲んでもさらさ、あ、どうぞどうぞどうぞ。天丼うるおいよね。あ、今いけます。今ですよ。よし、それではサラサ王子の一声まで3、2、1、どうぞ。そんなに頑張ったのに取れなかったんだ。僕もすごく残念だ。でも代わりに僕が海の底からお前のことを思って最高に綺麗な真珠を取ってきてあげる。クオリティ、クオリティよ。真珠ですって。でもゲーセンにいますから頑張って、頑張って水素ボンベつけて。確かにね、水素ボンベつけて。そうね、うん、酸素を猫、酸素ずっと吸いながら。酸素じゃないか、わかんない。酸素か、うん、なんだろう。水素、わかんない。水素の中にいんのか、うん、あ、水素でね、水素ガラガラガラってきてね。労力すごいな。なるほどね、真珠ですよ。なんだよそれ、プライズよりも王子じゃん。でしょ、真珠とか王子っぽいでしょ。本当に何それ、楽しみだな。いろいろ今後が雪地で帰ってきそうだもんな、真珠の方ね。え、売るな、雪地にするな。そのままやめろよ。売るな、やめろよ。せっかく取ってきてくれた真珠を。土屋とかやめて。そういうことではない。これをお金に変えてもう一回挑戦じゃねえよ。ないんだ。じゃないんだ。本末転倒すぎるだろう。いや本当に、いやどうでした、どうでした、よかった。素敵でございます。真珠に変えました。よかったよかった。すごい、これはもう真珠の方が嬉しいでしょうね、きっと。そうでしょ。素敵素敵でした。よかった、頑張ってくれました。さすがの王子様。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しいな。いや楽しい ね、 本当にね。これちょっとなんか本当にこうね、今後やっぱイベントとかもあるわけじゃないですか、うん、で僕も出演させてもらうこと決まってるんですけど、うん、ね、来年のね。そうかそうか、はい、なんかね、やっぱこう王子っぽい一言みたいな感じでみんなでこうさ、誰が一番王子っぽい一言言ったかみたいな確かに、ね、対決とかして、うん、いやー、うわー、王子っぽいね、難しいよね。大輝がすごい、うわーって口の形がすごい形になった今。すごいよ。でも言うとマジすごい、真珠で、うん、すごい。ちょっと勉強になりました。そうそう、次勉強になりました。勉強して勉強して、もっと王子勉強しなきゃこれ。していきましょう。頑張って。ということで、はい、ということで、皆さんからの、王子の一言を募集しております。はい、以上王子様の一声でした。夢王国と眠れる百人の王子様、ウェブラジオナビとキエルの旅日記。はい、ということでですね、もう本当にあっという間でございます。やだ、足りないんじゃ。やだ、もうセリフなんかもうなんかいいよ、20通ぐらい読みたいぐらいだこれ。本当に本当にみんなで、みんな3人でさ、王子のフォアゲンセールじゃないか、ね、そうなんだよ。でもまあね、確かにそうやってね、なんか千本ノック的なね、うん、感じでやっていくのも楽しそうな感じする、ね、鍛えられそうだもんな。そうだね、うん、鍛えられそう。下手くそでもいいから、うん、とりあえずもうとにかくバット振れ、やってみれ、うん、やってみれね、うん、まずやることが大事、うん、そう、王子としてね、うん、教わったね、いろいろと。海からね、あのこう広い海からね、母なる海から、ね、母なる、もう海からね、もう海は全てを生み出す力を持っているからね。いい2週間だったわ。そんな海みたいに僕はなりたい。ということで、はい、海になりたいの、海になりたいの、うん、
ここで夢ふやくからのお知らせでございます、はい、テレビアニメ夢王国と眠れる100人の王子様は東京 MX 他にて毎週木曜日24時から放送中でございます。キャストイベントへの優先券や豪華特典満載のブルーレイ &DVD 第1巻は9月28日発売決定、現在予約受付中です。はい、僕消える役宮崎優とアビー役鈴村健一さんが歌うエンディングテーマシークレットドリームズも8月29日に発売が決定しています。そして現在公式サイトではテレビアニメ放送と連動してあなただけのエピローグが楽しめるスペシャルエピローグも公開中。現在5話のエピローグに参加することができるので公式サイトをチェックしてみてください。するする。今回はオリオン王子が登場しています。うわお、なんて言ってるんだろう、気になりますね。はい、続きましてアニメイトカフェでのコラボも決定しております。7月26日から8月28日までアニメイトカフェショップ新宿、そしてシスターズ池袋にて開催されますのでぜひお越しください。そして次回はゲストに雪の国の王子をお迎えいたします。楽しみ。はい、番組のメールアドレスは夢100 radio@gmail.com 夢100 radio@gmail.com です。アニメ、番組の感想、ゲストへの質問、コーナー宛てなどこちらのアドレスへお送りください。ということでですね、第4回そして第5回とゲストに来ていただいたゆうとくん本当ありがとうございました。こちらこそですよ、楽しかったです。いやこちらこそ楽しかったです。いやもっと話したかった、いろんなね話をしたかったんですけども ね今後ねまたね、うん、ぜひお越しいただいた際にね、はい、いろいろお話できたらなって思いますしね、またねお会いできる機会がきっとあるんじゃないかなと思いますので楽しみにしてますよ、はい、その時にまたいろいろお話ししてください、はいはい、お願いします。はい、ありがとうございました。ということでここまでのお相手はナビ役の山下大輝と消える役の宮崎優斗、そして本日のゲストのサラサ役の鈴木優斗でした。バイバーイ。